はいえー、皆さん、こんにちは。サンソンチャンネルの山木サンソンです。で、今日ですけども、ユニバーサルエンターテイメントの代表訴訟ですね。えー、こちらの判決がありまして、えー、元社長のですね、岡田和夫さんに対して、会社に対して20億円払えと、えー。そういうようなですね、判決が下ったということですね。株主の勝訴ということでございます。はい。大吟醸勝訴ということですね。はい。バンザーイ。バンザーイ。バンザーイ。 ちなみにあの原告になっているのがです、ね、あの細田剛さんという方で、まあ、これは元の北越メタルという会社の大株主だった方はです、ね、まあ、個人投資家です。まあ、この方があの原告になって訴えていた代表訴訟ですね。まあ、代表訴訟なんで、細田さんが儲かるわけじゃなくて、あの会社に対して払いなさいっていう判決ということになります。 まあただ今は会社とあの元社長の岡田さんという意味仲が悪いんですね。だから会社もあの味方してくれて、いろいろ資料とかくれたりしてるんですよ。なんで、そういう意味では、勝って当然の訴訟ではあるんですけどね。だから問題はそれよりも、藤本さんとかに対して代表訴訟が認められるかどうか、まあ、そっちの方は本当にあの大きな争点ではあるんですけども、まあ、会社がなかなかその場合、まあ、現社長ということでね、あの協力してくれませんので。 ななかなか難しいのかなという気がしますね、うん。で、今日もその辺り見ていきましょう。えー、っと、どれだこれだ。で、今言った、えー、っと平成30年は7586という事件ですね。ユニバーサル代表訴訟です。で、原告おそばつよしさんですね。個人投資家です。で、えー、岡田和夫さんに対してっていうことですね。が、あの、が被告ということです。で、被告はですね。 1>, 1億3600万香港ドルと17万35662米ドルと5%の金利を会社に対して払いますいということですね。細々に払えというわけじゃないですよ。で、訴訟費は被告の負担するということで、まあ、原告のまあ全面勝訴ということですね。なので理屈から言うとユ、ユニバーサルのの下が20億増えるわけなので、 まあ、ユニバーサルの株価が上がってもおかしくないんですけどね。まあ、どうなるでしょうで。あとですね、なんか、令和元年はの2万5000号という事件で、芝さんという方があの新潮社を訴えている事件とかがありましたね。これは多分あの、週刊新潮の記事かなんかの問題だと思いますで。今日閲覧してきましたのはこちらですね、令和3年年度3844ということですね。あのハーチューがあのコミュニケーションズに対してあの控訴した事件ですね。これ元々、えー、と 書き込みは二十一あったんですけれども、え、そのうち十九が棄却、え、二件のみ認められたと。まあ、いうことなんですね。なんで、その棄却された十九件について、え、ハーチュー側が控訴してきた。まあ、こんな事件でございます。まあ、実はですね、その知多の判決なんかも、実は今も手元にあって。あの、今日は知多の判決について話しようかなと思ってたんですけども。なんかこう、まいまいさんがですね、あの、なんかこの。 NTD コミュニケーションズのそのコース答弁書を見たいと、まあそんなような書き込みをなんかしてましたので、まあ、まああの、半分投げ銭を期待しながらですね <laughs>、えー、こっちの話題にしてみましたということです。はい。で、まず福永側のコースで優勝ですね。これね、結構多かったね。30ページ近かったんじゃないかな。ただ、えー、内容的にそんなにないですけどね、なんか一般論と、あとその、 侮辱に関してですね、あのこの投稿はこういうことで侮辱なんだっていうことを結構ネチネチと書いてるっていう印象でしたね。で、僕らやっぱりその関心があるのって、やっぱり妊活詐欺と血液クレンジング、えそれからあれだっけサロンのーレープ疑惑の隠蔽の話、まあこのあたりをそのどう書くのかっていうところは多分、これいろんな方に利害関係あるんで、まあ、多分。 関心あると思うんですけど実を言うと、この妊活詐欺でこの辺の真実性の問題のところはかなりあっさりとした書き方です。これはどっちもそうですね。エンジンコミュニケーションのところで五島先生という方があのやっていらっしゃるんですけども、五島先生の方も結構あっさりと書いてあるんですね。で、まあ、結構一般のを熱々述べた後にあのに、名誉権侵害についても述べております。で、妊活詐欺ですね、原、ま、子、あ、はこんなことを言ってると。 でも、原子が意見あの意見論評と言ってるけれども、これは事実の歴史なんだと言ってるわけですね。でね、結局のところ、何を言ってるかっていうと、他の事件で権利侵害の明惑性が認められてるじゃないかっていうことをですね、まああの、いろんな事例を挙げてやってるんですよね。というところでございます。だからこの辺もあの判例っていうかその、ハーチが勝ったやつ。 勝った方の事件のやつをこういうこういう表現で勝った。こういう表現で勝ったっていうの全部ね。ネチネチネとですね。10行以上にはぐらいかなにあたって書いてましたね。血チクレンジングはだいたい一緒です。あの、ただまあケチクレンジングに関してはちょっと説明があって、あのステマという言葉が今ではその結構一般化していると、その偽盲的な宣伝手段だということで、一般的に認知されているとまあ、いうことで、これを単なる意見論評と見ることは無理だと。だ ういうようなこともちゃんと言ってるわけですね。であと疑惑という表現対応をとってでも、これは疑惑の中身を具体的に述べるものおということでございます。で、あと真実性に関しては、僕一行ですね。これは真実じゃなく、違法性が即約されることはないこういうことのようですね。うんまあ、ギャラリー的には真実性が一番ねあの、見応えがあるというか、一番こう、 わくわくするところなんですけどね、結構お互いにあっさり書いてますね。オンラインサロンに関しても一緒で、まああの、意見の音表じゃなくて、事実の適しだと、まあ、いうことだけ述べて、あとはその判例があるぞということで,です、ね、こういう判例もある、こういう判例もあるってですね、まあ、自分が勝った判例をいくつか挙げているという感じです。ということですね。であとその他かの、えー、名誉毀損じゃなくて侮辱ですね、事実を溺死しないであの侮辱したやつ。 に関しては、もう結構長々とですね、1個につき1ページ近くですね、アネシと書いておりましたけども、それ全部写していく、もう時間は当然ないので、せっかくですので、まいまいさんの書き方、書き込みですね、についてちょっと写していきましたということです。で、どういう書き込みかというと、ハーチューさん、AV 男優と自立婚して子供を分けるといい、人生をかけた壮大な一発芸を試みたものの、想像以上に世間に恐怖を興味を持たれてなくて、進化の売り上げさっぱりでがっかりピエンからの えー、結局、アンチの選手逆ギレオ、えー、結局、プンプン丸の小まきと、<laughs> こういう書き込みですね。でこれに関してこう言っていますあの、珍しい職業の人をパートナーと選べば、それをもって聴衆行為を受任しなければならないかのような評価は、単なる職業差別である、ね、で、特段の具体的根拠を示すこともなく、もっぱら聴衆的な評価を下して、構想による一時しく落としめている また公共目的や批判的な意図が伺えず社会常連上許される現像を超えた侮辱行為であることは明らかであ、まあ、こんなようなことを言ってるわけですね。どと思いますけどね。あのまあ、私のコメント言わせてもらうと、その例えば旦那が AV 男優だとか、あるいは妻が AV 女優だとか。 まあいうことで、えー、だからあいつはみたいな感じでこう侮辱するってのはやっぱり良くないと思うんですよね。ただ、ハーチューさんの場合って、それを積極的に公開して、積極的にそれで商売やってるわけじゃないですか。ね、こういう面白い旦那、私の旦那、こういう面白い商売についてますよということで、旦那観察日記出して、その商売したりとかしてるわけじゃないですか。で、あそこまで積極的に公開して、それを商売に利用しておきながら、 いやそれに対して、旦那の職業に関してこう揶揄されたら、それはあの侮辱だっていうのってのは、なんかおかしいんじゃないかなっていう気がするんですよね。と思います。あのハーチがそれ隠してて、あるいはその商売とかに利用しないでね、あのブログとかの,やつ、ね、あの本とかにか書いてないんであれば、それはなんか、職業差別だっていうような意見も当然出てくると思うんだけど、まあ、自分でそれ利用してますよね。それでこういうういい言方ってどななのかな 個人的には思いますす意見ですよ、まあそんなことであの、まあ、侮辱に関してはこんな感じで結構丁寧に書いてるって感じですね。で五島さんの答弁書ですけれどもあの見ていきますと結局のところその公訴留書で何書いてるかっていうと、まあ、3つだと。1つは公人でなく指示に過ぎないので高い受人限度を負担すべき状況にはいないと。 から2個目はすごいですね、電子掲示板やツイッターは控訴人の反論を受けにくく、えー、そのような場になされた本件各党の正当性や目的の公益性の限度は低く評価されるべきだと。ね、<laughs> 要するに、ツイッターや掲示板に書いたものは公共公益性がないとういうことを言いたいんですかね。はい、からと、具体的な記述がないということは、むしろ違法性の程度を低める事情とはならないと。 まあそんな,ようなことを言ってるわけですでこれに対して、ですね五島先生が反論しています。でまず、原判決がその、ハーチューが公人か詩人かということは、あんま述べてないじゃないかというわけですね。そういったことであの判断してはいないと、まあ、いうことが1つですね。から、また影響力のある人物である以上、そういったものの発信、発言に対しては、議論や批判の対象にな,るなってしかるべきであると。なので、一定の批は許容されるべきだと。 ということですね。まあ、なので、そういったあの原告はその社会的影響力のある人物だ、構想にね、えー、社会的影響力のある人物だっていうことは、えー、公共性や公益目的に関してプラスの方向で信釈されるべきだというわけですね。まあ、これ実際そうだよねあの、例えばさ、不倫したとするじゃないですか、ある人が。 その時に、一般人の不倫のことをあのツイッターに書いちゃうと、これ間違いなく名誉毀損なんですよ。あの公共性がないから。あの私事じゃないですか。なんで、公共性がないんで、これアウトなんですね。真実であってもアウトなんですね。だけど、例えば政治家が不倫しましたと、まあ、言うんであれば、それは公共性があるので、これはあの書いても政府になるわけじゃないですか。なんで、そういったあのインフルエンサーというですね社会的な影響力ある人物だと、 公共性や公益目的が認められやすくなるっていうのは、これは事実だと思いますね。特に不倫とかだと顕著ですよね。からあと2番目ですね。これ暴論だよね。電子掲示板やツイッターに関して反論を受けにくいので、公益目的の議論がなされる場合にならない。いや、それはそんなことねえだろうというわけですね。からまた自分インフルエンサーなんだから、何が書かれたらまあ自分で反応すりゃいいでしょと。 いうわけですよねでそれができる立場にあるでしょっていうことですね。からと3番に関してですね、まあ、これはの個人差が激しいですよと,ということで、ひ、まあ、一言しか言ってないというのは、やっぱりその表現の範囲内という方向で侵略される要素になるんじゃないですかということをですね、まあ、こんなことを述べております。 あと名誉感情侵害に関する主張に関してですね、まあ、結構、普段先生があのしっかり書いてあの長く書いてるものですから、まあ、一応反応しているわけですね。原、ま、判、あ、決の認定は正当であると,ということですね。で、まず、えー、と投稿5内いし7および10に関して、日常的にうそをつき、信用できない人物だと適視するものであると。まあ、そのようなことを言うんだけれども、抽象的な記述にとどまってるでしょうと,というわけですね。 からまた、そういう掲示板に書かれてるんだから、その読者も分かってるでしょうと、単にその根拠のない投稿するものを得ることを当然理解してるんだと、ね、所詮はベンチャーの落書きなんだと <laughs> いうことなんですね。この議論ってちょっと通りにくいですけどね、まあ、一応、主張してるということですね。からまた、なんかいろいろ言ったとしても、結局、読者の方は、その投稿者がそう考えたんだと。 これ、この人はこう考えているだけだと。そういう印象を持つに過ぎないんだと。まあ、いうようなことをですね、を述べているというところですね。から、また、嘘に関しては、妊活詐欺とか、血液クレンジミステーマとか、セクハラ撲殺疑惑ですね。なんかで、まあ、嘘の件どうしてるでしょう。ということで、その、陽性阻却自由をうせる事情が認められるということですね。 なんでまあ事実でしょってわけです。からあと、面白すぎるってやつですねあの。炎上してる動画に対して、面白すぎるって投稿したやつですね。で、これに関しては、その投稿者に対してやっぱり向けられたものでしょってわけですよね。なんで、そのハーチューに向けられたものとして投稿されても認めることはできないというわけですね。 でまあ、仮にハーチューのことを指しているとしても、えー、誰であっても名誉感情を害されるようになるような感化し難い、明確かつ程度の華々しい侵害があったということはできないということだし、あの生命、身体の被害をあーです、ねえー、告知する、あそういった表現でもないというわけですよね。 名誉毀損刑に関しては本当にあ,のあっさりしてます原子の認定は正当だと、まあ、いうことですね。あと、6人方に関しては1行と。まあ、こんなところでございます。そうですね、だからお互いに結構その侮辱の部分に関して結構丁寧に書いてるという印象ですね。で、名誉毀損ですね、その事実か事実じゃないかという争いに関してはもう本当に御島先生の方はもう原子の認定は適切であると。 言ってるしえー、福南先生の方はこれはもう真実ではないということで、わりとあっさりとです、ね、もうあの言いたいことは現で全で言ったからという感じの姿勢だったというところが、まあ、言えるのかなと思います。来年の1月13日、判決ということなので、まあ、本当にぜひ拘束企画という形で、ね、あのいい形の,あの判決が出ればいいなとは思っております。でまた質問コーナーですね、いきましょうか。えー 先日、少し遠出して、テレケテレケ初訪問。目的は3層ランチこそ、いつも <laughs>、えっと。チーズハンバーグと、あと、鶏からですね、えー、のやつですえ。ボリューミーで美味しくて大満足でした。先生、いつもランチと分かりやすい解説投稿。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あれね、あのちょうど990円なんで、あの株主集体券1000円なんでね、ちょうど使い切れるんで、あのいつもそれにしています。え民事と刑事で言っていることは、役割主と変わったらどうなるんでしょうか。いや、これはありえますよね。 まあ最近あのな、あの刑事先にやったときに、刑事の裁判官が民事もやるっていうなんか話があって、まあ、それだと多分一緒になるんだと思うんですけどね、ただ理論的にはやっぱり別になるってことはあり得ることですね。あのアメリカの例ですけど、O.J. シンプソンっていうアメフトの選手がいて、でこの人はこう殺人罪で起訴されたんですけど、それ無罪になったんだよね。刑事では無罪だったんだけども、 民事では、これあなた殺したでしょっていうことを前提とした判決が下ってるんですね。なんで、まあ、そういった OJ ・シンプソンの事件みたいに、民事と神経主張でまあ結論が異なるとういうことはあり得るそうですね。サンソンさんってお歳暮って毎年届きますかいや、届かないですね <laughs>。お歳暮もらうことはめったにないですね。まあ、届いて紹介するのはいいですけどね。 なんかあれですよね。なんか網体質とか届いたらどうするんですかね <laughs> って話ですよね。はい。大吟醸飲まないのですかっていや。僕、お酒基本的に飲まないんですよ。なんで。あの、だし、まあ飲まなきゃずっとあるじゃないですかで。別に腐るもんじゃないしね。はい。なんで、しばらく取っとこうかなと思った。コミュ障を直すにはどうしたらいいですかいや、私もコミュ障なんで、あの、うん 私に聞かれても困りますよね。<laughs> 私、基本的に人見知りで、あの、うん、コミッションをですね、はい、あの、陰キャです、いわゆる。なんて、私に聞いてもダメですね。今までで一番嬉しかった株主優団は何ですかあんまりそういうのないなぁ、別に。うん。まあ、最初の頃、やっぱり、あの、富士急で、その、 株主大覧会って形で、その一日のフリーパスくれるんだよね。あれ結構嬉しかったね。あの、本当はジェットコースターって並ばないきゃ入れないのに、あの、株主大覧会の日だけ並ばないで乗れるんですよ。だからええー、じゃないか、僕3回ぐらい乗りましたからね。<laughs> あの、その開業の前日に行ってね。はい。もう今だともう、あの、1時間待ちまで行かないかな。平日だと、うん、1時間弱待つ感じなんで、 もう一回乗ったらもういいやって感じですけどまあなんでよかったかなと思いますねなぜ日本は労働生産性が低いのでしょうかこれね、うん、まあいろいろあるんだけど一、まあ、つの理由はやっぱり儒教の精神ですね儒教ってなんかとんでもない話であの頭でっかちをすごい尊重するっていうかその自分のことを人にやらせるのがやつが偉くて で人にこうサービスするやつはこうダメなやつだっていうね。そういうなんかこう偏った考え方が次、儒教にあるんですよね。なんで、その、まあ、お店とか行って、お店がサービスをするじゃないですかとと。客がすごい偉そうなんですよ。で、あの、客の方が身分が上だみたいな意識になっちゃうんですよね、どうしても。それで、その、なんで、こう、店側に過剰なサービスを求める。で、その過剰なサービスの結果、 結局、労働生産性が低いと、まあ、いうことになるというのは一つの原因なのかなと思います、ね。まあ、あと、意思決定の遅さとか、まあ、今だとやっぱり円安でまあ過小に評価されているとか、まあ、いうところはあると思うんですけど、その儒教の影響でそのサービスをする人がこう下げすまれるみたいな、ね、サービスを受けるやつが偉いんだと。昔の将軍なんてあの自分のお尻まであの女性にふ化してたわけですからね。 でそれが偉いんだっていうのが、儒教の考えなんですよ。なんで,で、そういうのがまだ残っていて、過剰なサービスをあの求められがちだと、こういうのがやっぱり一番大きな原因だと思いますね。え裁判所に毎日通うようになって気づいたことありますかどうですかね、あの、<laughs> 旅行カバー持ってる人は弁護士だとかですかね。<laughs> <あの笑>旅行カバーこう引きずるやつあるじゃないですか。 あれ持ってる人は弁護士の確率が非常に高いですかね。で、あの普通に校庭とかやってるとあんまないんだけど、あの閲覧室行くじゃないですか。閲覧室ってなぜか変なやつ多くて。<laughs> 週に2人ぐらいはもうなんかわけわかんないこと言って、なんかこう閲覧室のこう役人の方を困らせてる人いますねなんか。閲覧室の人って結局図書館の番人みたいなもんで、その 単にそう本とかを管理してるだけなんですよね。なのにその内容に文句をつける人が多いんですよ、すごくいや。この判決はおかしいとかですね、いや、それを、あのこの人に言ってもしょうがないじゃんって、いうのを延々と言い続けるみたいな人がいて、なんかここ公務員ってかわいそうだなっていう印象をいつも受けてますね。え地裁で開かれる裁判は、現地の裁判所でしか閲覧できないんですか、これはそうでしょうね。 あの原本というか、神々がだってそこの地裁にしかないから、そこの地裁に行かなきゃだめですよ。僕もあれですよ、あの神戸地裁、あのシャルレーの代表訴訟かなんかをあの神戸のお裁判所まで行って見てきたことありますよ。というところですね、はい。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントと投げ銭の方うお願いします。どうもよろしく